何が何でも長編小説が書きたい。ダイジェスト発売中、鈴木喜一郎作家ラジオ。明けましておめでとうございます。この配信は多分2023年1月1日に配信の予定でいますので、まあ明けましておめでとうございますということです。今日のテーマは、若月ひかるさんとコラボしました。まあタイトル通りの内容です。先日、同業者の若月ひかるさん、若月ひかるさんが、チャンネル登録者が2000人突破したということで、まあその記念でコラボしませんっていう話がいただいたんで、あ、じゃあやりましょうやりましょうっていうことで、僕もそのコラボってどんなものかやったことがないので、じゃあやってみようかっていうことを、でやりました。で、内容については大体の打ち合わせが終わって1月の15日に、若月さんのところと僕のところのチャンネルで配信をする予定でいます。で、まあ、内容についてはパスさせてくださいな。で、その若月さんのところは VTuber で、アバターで若月さんが話をするという、そういうスタンス、スタイルをとっておられるんで、あれどうやるんだろうっていつも不思議に思ってたんだけども、こうやるのねっていうような、まあ、そんな流れです。今回はちょっと、やり方をちょっと変えてるんだそうです。で、今回は先に音声を別撮りして、ズームを使ってね、若月さんと僕と、で、お話をして、で、後で、動画をくっつけるという風です。で、まあ、音声とって、まあ、若月さんとこのスタッフの人が、にやっていただいて、まあ、編集された音声を聞き、で、これでゴーサインが出たら、それにアバターをつけて、動画をくっつけると、いう、そういう、方式です。まあ、その編集や、そのスタッフの人が、その編集の担当の方が、いや、あまりにも手際がいいので、ちょっとびっくりしましたね。まあ本当技術的な話であれなんだけど、いや、意外とね、こう、まあ音声は、動画に比べればっていう風だけども、それにしてもやっぱりこう、こことこことこういう風に切ってこれ繋いでっていうのがさ、あれ意外とね、迷ったりして難しいんだよね。で、まあ、後で編集しやすいように、その、若月さんと話をするときもできるだけこう、声が被らないようにって、まあ、そこだけは注意したけど、まあ、あとは僕、それ以外はね、僕はもうこの通りダラ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 喋るので、というふうでしたな。だから編集大変だろうなと思ったんだけども、まあ、非常に手際よく、やっていただいたのと、あとはアバターね、できるだけ栄養どこに作ってくださいっていうふうに、こう、お願いしたんだけど、はーんっていうぐらいさ、実物と違うので、こう、っていうような、俺の方がいい男だぜって言いたいところなんだけども、
いやー、こんなええ男に、こんなええ男のアバターにしたら、これは詐欺だよなっていう。負でしたね。で、そのアバターのをくっつけて、まあ、これは見ての楽しみです。んで、声はね、加工してないので、んで、思った。若槻さんって本当にああいう声でああいう話し方をする方なんですよ。実際にお会いするとだいぶ印象が違うので、そんな感じしなかった。まあ、普段会ってお会いした時にそういう印象ってなかったんだけど、アバターがさ、若槻さんにあまりにもぴったりで、で、本当に若槻さんって、京都の出身の方で、京都のなまり、京都のなまりがあるので、ああいう柔らかい、物言いで、で、本当にああいう声がいいんだよ。で、もう、アバター、まんまの、アバターにぴったりの人でさ。で、じゃあ僕のアバターはどうかっていうと、やっぱりさ、どんなにいい男が、で、にしてあってもさ、声と物言い口調がさ、でかいとさ、態度がでかいとさ、まあ今は上から目線という言い方をするんだけど、合わないんだよ。合わないっていうかさ、やっぱね、いや、自分で思った。この上から目線の物言いっていうのは、ハゲててジジイだからさ、上から目線って済むだけ、いう感じがするだけでさ、顔が若くてこんだけ尊大な物言いするとさ、嫌なやつだよね、雰囲気が。そう、髪の毛ふさふさでさ、どう見ても20代ぐらいにしか見えないようなさ、そんなアバターになってたんでね。いやー、若い頃から僕はこういう、若い時から、どんな相手でもこんなにでかい態度で物を話をしてたので、いや、20代の、一応言っとこう、20代の俺の方がええ男だった。で、20代のこのでけえ態度で話をされたら、確かにカチンとくるよなっていうことは思った。どうせカチンってでかい態度で物言うんだったら、じじいに言われた方がまだマシだよねっていう。そういうことは納得したよ。ただまあ、全部でね、だいたい、3パートに分かれてます。で、だいたい、30分、30分、30分かな。だいたい1時間半ぐらい、なんだけど、で、僕が聞いたのは音声の状態でチェックをし、で、アバターをくっつけた動画の状態でチェックをしてしたんだけど、面白かったです。おすすめしますっていうかさ、あれだね、客観的に見て、これは思った。若槻さんのね、聞き方がうまい。対談のふりをしながらさ、俺一人で喋ってねえかっていう感じでずっと喋ってるよね。で、若槻さんの、相槌がうまいしさ、緩急揃えてさ、これは聞いてください。ね、結構夢中になって聞きます。
ああ、やっぱね、聞き上手ということと人柄って大事だよなぁ、なんていうことは、まあ思いました。いやまあそんな具合で、スタッフの方からはそのアバターのデータをいただいたので、まあ、これでこうやると、こう、VTuber できますよっていう。まあ、そういうふう、でした。まあ、そんなような具合だったので、ただまあ、データをもらって、今、ちょこちょこっと動かしてはみたんだけれど、もう、Windows マシンを使えば、VTuber、いわゆる、そのデータを使って、で、VTuber っぽくこう、配信することって、そんなに難しくないらしいんだけど、要はね、普段使ってるノートパソコンが僕は Chromebook なんだ。で、Chromebook で使えるものがどうもなさそうなのでね、Chromebook で VTuber ができるような、なんかそういう、なんかそういうものがあったら教えてくださいな。Chromebook か、あとはそうだな。あと、Android 経由で、で、そこから、YouTube、Android よりも、やっぱ Chromebook だな。ChromeOS で、VTube ができるっていう、要はね、こういう収録って、もう、書斎を撤去して、で、しょ、こう、寝室で話をするか、もう寝る前にちょこちょことかって収録してるのよ。だからまあ手間がかからないようなそのやり方でなんかできんかなと。要は、ノートパソコンで Chromebook だと開けて起動できてさ、で、カメラついてるから、あとマイクつないで、一世のせいでやるとさ、まあ、なんとかなるよねっていう、そういう感じではあるので、っていうふうです。まあ、佐藤聖奈君ところの、だとか、あと、初枝蓮華さんだとかな。ああ、だとかの、動画配信を見てると、まあ、そんなに手間かけずに、こう、毎日配信っていうのはそんなに手間かけずに一発でせーので配信できるらしいんだけど、まあ、どうなることやらだな。まあ、今のところ、その声だけで、ポッドキャストで今2年やってます。で、意外とね、音声配信だけでも、意外と、これ意外と多いんだわ、うち。だいたいね、YouTube と、ポッドキャストって言って、だいたい一体、ポッドキャストが YouTube の1割ぐらいかな。もうちょっと多いか、多い。日によってだいぶ違うけど、だいたい、ポッドキャストが、まあ、だいたい、10対1ぐらいの割合なので、比較的、ポッドキャストのお客さんもなんとなくついてきてはいるので、
だから何が言いたいかっていうと、そう、まあ今年は VTuber になれるかなって、なれるかどうか、まあ調整してみましょうかねって、そんなとこですな。まあ皆さん1月1日、今日は1月1日です。今年の抱負ってなんか決まってるって決めたっていうかさ、そうなんだよね。うちのこの YouTube 聞いてる人は小説家志望者の人が圧倒的に多いので、今年の抱負はって言ったらプロになることですとか、プロデビューすること、ですっていう、まあそれに決まってるわな。2022年度は、まあ、2年度なので、まあ、あと3ヶ月あるのか。ね。あと何人ぐらいデビューできるかな。とりあえず2022年度は、3人新人賞を受賞しまし、してます。今のところね。新人賞とか3人賞を受賞してます。五木ゆうくんが水彩画協会賞で、まあ、これは新人賞ではないんだけど、まあ、在籍しているときに受賞しているのでね。で、あと、矢月良介君が、あれだね。ポプラズッコケ文学賞を受賞し、先日、名前が出てこない。先日、精神小説22を佳作受賞した人が一人いたので、これで3人だ。まあ、これでトータルで、鈴木桔一郎小説講座の受賞者は20人。トータルで、名古屋で2年、岐阜で11年やってるので、トータル13年で、20人デビューしてるので、まあ年に1人、2人は行ってないな。まあそんなぐらいの。2人行ってるのか。そうだね。2人いるかいかないかぐらいのペースだね。です。まあ、ようデビューしとるが、ただまああれだよな、もうちょっと俺も教え方考えなきゃ、なんかいい知恵はないもんかね。まあ、うちの講座は基本さ、受講生をプロデビューさせるための講座であってさ、受講生が快適に過ごせるかどうかっていうのは、それは後回しになってるからな。まあ、ねえ、大抵の小説家志望者の人っていうのは、小説講座を受講しようっていう人は、とりあえず、褒めてもらいたいために来るので、まあ、本当にプロになりたいっていう人ってそんなに多くないよねっていう。あなたの実力の、現在の実力って、あなたの実力このぐらいですよっていうと、行った途端に辞めておく人っていうのがもう普通、とても多いからね。かといって、うかつに褒めると舞い上がって、で、大抵の場合予選落ちするからさ。まあ、9割方は予選落ちをするので、うかつに褒めると、その予選落ちした時の落ち込みが激しいからね。
そこら辺がやっぱ難しいところで、そうなんだよ。まあそこら辺が、小説コーナーの先生的には、まあそこら辺が課題かなっていうふうかな。ねえ。あとは、そうね、そう、去年から合唱団に入ったので、去年は大寒ミサを歌えたね。で、今年の年末、12月に、ベートーベンの第九を久しぶりに、何十年ぶりかに歌うことになったので、なんとかさ、歌えたらいいなと。なんでここで歌えたらいいかっていうことを言うかというと、まあ、それまでちゃんと健康に、健康でちゃんと稽古に、レッスンに、練習に出られたらいいなっていう、そういうことだよな。まあ、いろいろ種類ありますからね。こういう、やっぱ、自分の年齢って結構意識はするよね。まあ、あとは、ギフダルクのお手伝い、薬物依存症リハビリセンターのギフダルクのお手伝い、もう、こちらの方も、僕のやることってだいぶ減ってきました。てか、ほとんどやることないよ。まあ、人数が一人二人の時には、もういろんな雑用やったけれども、今はもう本当に、ギフダルクの仲間増えたので、まあ雑用っていうのは、例えば駐車場の案内だとか、開放の発送作業とかっていうのはもう、ほぼほぼ人数足りているのでね。まあ、僕の仕事って基本会計監査。月々の会計が無事に進んでるか、どんな仕事をしてるかっていうのは、まあ、そのチェックと、資金管理だね。いただいたご寄付がちゃんと、非常に他の NPO に比べると、金銭管理ってかなりやかましくやってますね。ギフダルクはね。まあ、元を正すと、なんでこんなに厳しく、金銭管理をやるかっていうと、元を正せば、スタッフが少ない時代に、てか、スタッフが一人しかいない時に、それをチェックする人がいないと、いただいたお金を、で、薬買っちゃうからっていう、そういう理由だったので、んで、すごく厳しく、そこら辺はチェック体制が厳しくなった。で、それで今日に至ってということで、これも、まあ、未だに、その余裕が続いてますね。んで、こう社会福祉法人で、教会でやってる社会福祉法人の歩みの家の、でも似たようなことをやってるんですけど、そこは、だいたい半年に1回ぐらいのペースかな、そういう、資金のチェックっていうのは。だからまあ、そのことを思うと、毎月金銭管理、金の出入りのチェックをするっていうんだから、まあ厳密にやってます。んで、まあ活動報告も OK っていう、まあそんなような風だよね。で、あとはまあ自分の原稿に関してはやって当たり前なのでね。小説講座の仕事がだいぶ増えてきているので、とにかく日々のそういう仕事に押し流されないようにするってことが大事かなっていうのがあります。まあ自分の原稿大事なのでね。
あとはやっぱ健康だよな。健康。とりあえず、血糖値の維持はなんとかできているので、そうだな。もうインシュリンを打って12年、3年ぐらいになるけれど、まあ、なんとかね、合併症も出ずに、維持してます。これは死んだ親父に感謝しなきゃいかんよな。まあ、死んだ親父はあれだったね。やっぱり糖尿だったけど、僕の年にはもう本当に車椅子乗ってたからね。脳梗塞で死にかけるぐらいの大きい脳梗塞だけでも2回ぐらいやって、網膜やって、心臓も切ってるよな。で、透析やって、で、足を切って、で、肺炎で亡くなってるので、71で亡くなってるので、やっぱね、血糖値の管理って大変なんだなっていうのがとてもよく、まあ見てて思ったよ。だからまあ、とにかく健康管理大事だよなっていう風かな。まあ、そんなとこだよな。で、また若月さんの話に戻るんだけど、若月さんとそのコラボをやってて、若月さんの話を聞いて、本当にさ、若月さんってすごいなと思うんだけど、いまだに原稿の持ち込みとかさ、やっておられるし、新人賞の応募だとか、あと、小説投稿サイトにも挑戦しておられるので、いやー、頭下がるよね。やっぱ見習わなきゃって思うよね。次々となんかこう、挑戦しておられるので。去年、一昨年と行政書士の勉強されておられるって話を聞いてるので。行政書士僕も持ってます。僕は持ってるんだけど、これ20代の時に取ったのでね。これね、聞いてる人には分かんないだろうけど、やっぱね、50過ぎると、本当に頭の中に、いろんなもん入ってこないし、新しいことをやろうとするのっていうのは結構、億劫になりがちなのでね。だから、若月さんの姿勢ってすごいなって思う。いや、僕もちゃんとしなきゃって思うよね。だからとりあえず今年は、そうだね。今年はまずとりあえず目指せ VTuber だな。さあ、できるかどうか。とにかくまず日々の生活に追われないことって大事だよなって思うのが大事かな。まあでも、2023年、いや、まあねえってしみじみ言っても何がねえだかわかんねえよな。とにかく、皆さんも、のとこでも、良いお年でありますように。この YouTube のチャンネルを聞いてデビューできたっていう人は、報告してくださいな。ねえ。なんか考えます。
とにかく、今年もよろしくお願いします。この番組へのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横流者新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、鈴木喜一郎作家ラジオ、今日はそんなところで。